皆さんこんにちは、プロボーラーの小林俊です。こんにちは、プロボーラーの小林よしみです。今日はですね、はい、はい、何をやりますかというと、以前歩き方の動画をご紹介したんですけど、で多分こう歩き方を矯正というかやってますっていう風に声をたくさんいただくんですけど、はい、多分こう歩き方を変えると車高の幅だったり、が変わると思うので、多分皆さん今までの感覚とこの狙う場所に対して立つ位置が変わってくると思うんですね。で例えば10枚をまっすぐ投げようとした時に、ちゃんと自分の合ってる場所に立っていないと、思ったよりも、まあ、スパットのやってることはスパットが右にあったりすると、無理やり手で力でね、はい、そこに合わせようとしたり、はい、逆にスパットが左側にありすぎてもこう内にミスる原因になりますので、ちゃんと自分が立っているところと狙うところが合っているのかどうかを確かめるやり方を今日は紹介したいと思います。はい、はい、まあ、これ結構最近その僕らの動画見ていただいて、車高をね、できるようになってきたっていう人も多いので、まあ、ぜひねそのステップ2としてですね、はい、この動画をご視聴いただきたいなと思います。はい、まあ、この歩き方を矯正してない方も、自分が普段どれくらい車高して、はい、どれくらいのなんていうんですかね、まっすぐ狙うときにどこに立ったらいいかっていう確認をできるので、今日のやり方で一回自分のその車高の幅だったり、狙うときに立っているところは合ってるのかを確かめていただきたいと思います。はい、天秤取るときも、うん、以前ねちゃんと立つ位置が合ってないと手投げになりますよって話をしたので、ちょっとそこにもつながってくるので、ぜひご視聴いただけたらと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。スタート。スタート。はい、今日はですね、まあ、これ何枚でもいいんですけど、ちょっと分かりやすいように今日は10枚を狙っていきたいと思います。で10枚をまっすぐ投げるために、自分がいつも立つ位置に立っていただいて、10枚をまっすぐ狙ってください。で私の場合はスパットを狙うので、まあ、言ってしまえば手前の落とし位置が10枚、スパットが10枚に取ればまっすぐになるので、ちょっと今日はそこの自分のまっすぐのラインに立って投げてみたいと思います。はい、でまっすぐ狙う場合は私は12枚に立つので、ここから10枚を狙っていきます。はい、で今一投まっすぐ狙って投げてみたんですけれども、この時重要なのが後ろで、自分で動画を撮るか人に見てもらうことが大切になります。でここで見ていただきたいのが、自分のボールが何枚目に落ちたか、そしてきちんと10枚目をスパットだったらスパットを通ってるかを見ていただきたいと思います。で、これ一応オイルがある前提でお願いします。例えば手前にオイルがなかったら、ボールが落ちた時点でボールが反応し始めてしまうので、ちょっと参考にならないので、きちんとオイルがあるところを狙ってください。なので10枚狙ってオイルなかったら、文字の中で15枚とかで確かめていただきたいと思います。でこの後ろで、どこに落ちてどこにちゃんと通ったか、まあ、10枚だったら10枚に落ちて10枚通ってるかっていうのを1回確かめてみてください。でここで自分が狙っているところ、落とし位置がずれていた方は、ここからが修正のポイントになります。でちょっとですね、分かりにくいので、はい、本当はファールラインの方でちょっと行きたいんですけど、ちょっと今日は手前で説明します。まあ、ここにファールラインがあると考えます。で先ほど10枚落としの10枚ということだったので、本来であればここボールが10枚に落ちて10枚のスパットを通っていればまっすぐになります。ただこれが例えば12枚にボールが落ちてしまっている方は、実質ここから10枚のスパットに行くと、自分の落とし位置がまっすぐ狙っているつもりでも2枚内側を通っている、まあ、落ちているということになります。なのでこの2枚内側にある分
2枚右に寄っていかないとまっすぐにならないということです。なので例えば私がさっき立つのに12枚に立って車高が左に私はちょっとするので12枚に立って10枚を狙いましたが、もしこの時に先ほどの説明した12枚にボールが落ちてしまっていたらもう2枚右に立たないといけないので最初に立つ位置は10枚になります。でこういう風にまっすぐ狙う時に自分が合ってるかどうかを、確認をして修正をしていく必要があります。でこれ自分の歩き方の癖だったりとかそういうものがだんだん練習したりとかすると変わってくると思いますので、この確認をたまにやることがすごく重要になります。はい、で天ピンの場合も同じです、これが自分がこう対角線にまっすぐ、狙うんですけども、その時左に立ちすぎていると思ったよりもボールが右に出ていってしまったりするので、自分が何枚射高してっていうのがすごい重要になります。でこれをたまに、確認することによって、投げ方が、本来ならばまっすぐ投げるのにそうやっていつもより打ちにいたら目標が右側に行ってしまうので、どうしてもこう脇が開いたりとか逆にスパッドが左側にあると窮屈すぎて打ちミスしたりっていう原因にもなりますので、ぜひ一度自分を知るということで確かめていただけたらと思います。皆さんいかがだったでしょうか。はい、ちょっと今回は、難しいので、何回かね動画を見て、いただきたいなと思います。で分かんなかった場合はまた以前の歩き方とかについては見ながら、ちょっとですね、今回の場合難しいので、はい、何度も重複してみていただきたいなと思います。はい、ただこうスコアアップのために立つ位置狙う位置はすごい重要になるので、はい、自分を理解するっていうのはすごい大事なことなので、ぜひ一度動画をじっくり見て確認していただけたらと思います。はい、ということで、またですね、次回も動画配信していただきますので、ぜひご視聴いただけたらと思います。はい、それではまた次回会いましょう。バイバイ。バイバイ。